ブラックフライデーで買いました。この後英語のレッスンやります。2ヶ月ぐらいサボっちゃってたんですけど、普段、買い物とかで使うのも決まってるし、そこまで話せなくても生活できちゃう環境なので、デュッセルドルフは絶対喋れた方がいいんで、もう一回気合い入れてやります。よく聞かれるんですけど、僕はカタールには行ってないので、ドイツでワールドカップ見てます。なので最近はワールドカップ見てますし、あとは料理の師匠に料理を教えてもらったり、いろんなところ買い物行って、スーパー隅々巡って、いろいろまた見たりとかしてます。あとは英語の勉強とかですね。英語、ドイツ語。この時期にやれたらなって思ってます。Well, since this is our first class together,、is it okay if we have a short introduction? Yeah. Do you watch World Cup? No? yeah, sorry. The books is already full.ジム行きます。日本でよく作ってたサバ缶パスタを作ります。こっちにもサバ缶が売ってました。こっちがオイル漬け、こっちは水煮みたいな。うまい。いただきます。いただきます。これ入ってる声。うん。ブリックした。ドイツのサバ缶なんですけど、うん、どう？違いは？食レポして？香りがすごいね。独特っていうか魚みたいなさ、ない？今日はタカ君が来るんで、やっぱ日本食食べたいってことなんで。を作ってもてなそうと思ってます。デュッセルドルフに住んでるんで、日本人が多く住んでる街ランキング1位か2位がロンドンかパリで、3位がデュッセルドルフってことで、日本食の手に入りやすいですし、さっきも松竹さん行きましたけど、日本のものとかアジアのものはやっぱ高いって言われるんですけど、そもそもそういうのが手に入らない場所も多いですし、そう考えるとまず手に入ることがありがたいですし、本当に日頃からお世話になってます。ありがとうございます。あとは、魚も松竹さんでも買えるし、これからメトロっていうでっかい業務スーパー行くんですけど、メトロの中で持ってきた、持ってきました。メトロでも魚結構買えるし、魚一匹で買ってさばけばタイとかスズキとか食べれるんで、それ買ってあら汁と刺身作ろうと思います。
今日は刺身盛り合わせ。ああやべえ、サバ買うの忘れた。やべえ、サバを買ってサバ食う予定だったんですけど完全に忘れてた。今日は切り干し大根とひじきと干し椎茸煮物にして、あとはほうれん草のごま和え作ります。はい、いらっしゃいませ。どうも。日本に負けました。お疲れ様です。いろいろ聞かせてもらいます。はい、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。いただきます。じゃあラジルとか。嬉しい。めちゃめちゃ美味しそう。刺身。刺身とか。刺身本当に。何でもいい。分かんないで作ったら最後。やばい。感動っすわ。コロナがあったせいで日本に帰れなかったから、いや魚の骨で悩めるって嬉しいっすよ。え、勝った後のデュッセルどんな感じだったんですか？いやでも帰ってきたのが何時ぐらいだったの？結構遅かった、8時とか8時、9時ぐらいか。ちょっと歩いたけど別に何も。あ、マジっすか？そもそもそんなドイツ自体なんかワールドカップの盛り上がり感じないっていうか、クリスマスがすげえ。僕は個人分析やったんですよ、選手ので、個人分析だったんで、うん、チーム分析やってた日本人のやつもいるんですけど、うん、もう前半はほぼもうドンピシャみたいな感じだったんですよ、ぶっちゃけ。そいつが言うには。本当にメンバーも一人しか間違いなかったし、うん、戦術でこのスペースが空くっていうのも、うん、まあドンピシャで。ただ、後半の、まあ、3-4-3、まあ、5-4-1 とか、まあ、5-2-3っぽい感じになって、うん、で、しかも、三笘選手と伊東純也選手をウィングバック置いて、で、前、うん、堂安律選手、南野拓実選手。うん、あんなに誰も予想できないんですよ正直まあもちろん僕たちはなんか今までの傾向を分析してそのデータを送るんですよ、うん、結構前にドイツ代表にまあ3人いて、うん、そのなんか分析の偉い人たち、はい、まあ、その人絶対改造してるんで、うん、一つ疑問なのはもうパッと見でもフォーメーション変わってたし、うん、守備の仕方も変わってたし、うん、で噛み合わせ良くするようにしてたっていうの分かってたのに、うん、なんで対応あんな遅くなったんだろうっていうのは、うん、率直な疑問。分析した人たちがもうバカ活躍して点取るし、うん、まあでも分析して思ったのは試合の見方が変わって面白かったです。かなり多分板倉選手が活躍したら超嬉しいじゃないですか、うん、そういう感情なのかもしれないです。僕も三笘選手、南野選手、俺堂安選手も分析したんですけど、はい、この3人で普通にやられてるんですよまさに、まさに俺が関わった人じゃんっていう前半やっぱわざと変えなかったのかどうかだけ気になります。なるほどなるほど。ハーフタイム挟んでから変えないとバレるじゃないですか。そうね。いや、その論理はわかるんですけど、うん、それでも変えなかったよね。1点で抑えれるのに何かの自信があったのか、そういうプランだったのかは気になるんですね。個人分析官とかって絶対面白いなと思いました、今回。やってみて。で、今、俺86歳のボスニア・ヘルツゴビナ人とシェアハウスしてるんですよ。わ、すげえ。こんな感じで。しかもドイツ語で全部やるのか。そう、それが結構大事なの。え、エルくない？やってること。で、ここで、これ赤字が危険なところなんですよ。はいはいはい、で、黒特徴で、うん、緑が弱みなんですけども、赤字が多いんですよ。やっぱいいフィニッシュすぎて。ほんとこの辺ずっと嫌なとこ取ってから背後取るんですよ。ほんとこのハウスペース立ってからスタートするんですよ、絶対。うん、いや、もう今5年ですよ。もう5年いいのか。もうすぐ5年。3月で、今4年と10回。入ってないのは3年だけど。
そうそう、食パンを食パンだけで食ったことも、語学学校の昼休憩にみんななんかしたいカフェとかで買ったりしますけど、一時期本当にやばい時期があって、でその時はヤラの 750g ぐらいの食パンが売ってたんですよ、はいはい、それ多分当時が75セントとかバカ安くて、最初はそれになんかチーズ挟んで持ってきました。それでまあみんな笑ってたんですけど、うっせぇわなみんなふざけて言い合ったんですけど、ある時からちょチーズ高えなと思って思ってて、食パン2枚こもっただけか焼いてもないそれ見たらなんかブルガリア人のやつが宅食おごってみようほ本気で心配された時は俺もやばいと思いました。あれはじゃあまた、またありがとうございました。今日は近々なんで板倉選手がドイツに勝ったか秘密がよくわかりました。気をつけて。じゃあ気をつけて。おい、また。おい、おやすみなさい。疲れ。失礼します。